さあ皆さん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら。3秒間でどうぞ。さあ正解は、C ではなさそうですよね。皆さんこれ選択肢どれを選んでいただいても ING で終わっております。それは空所の左側、マインドですよね。そうです。マインドの後ろは ING。それは皆さんおそらくご存知ですね。そうです。マインドと言われたら嫌に思う。ですから何を嫌に思うのかとなりますので、他動詞。ということは後ろに目的語。つまり名詞が来ましたよね。で、皆さんその名詞の中で働いている、そういう ING のことを動名詞というふうに呼びましたよね。そうです。名詞という品詞が名前に取り入れられております。じゃあ、あと皆さんこの ING の左側。どれを見ていただいても全て彼。で、皆さん意味内容を考えるとすぐわかるかと思います。そうです。コーチをするのは彼ですね。つまり彼がコーチをする。ただし文頭マインドの左側。嫌に思わないのは私ですよね。ですから文章全体の主語は私。ただしコーチをするのは彼。主語が違ってますよね。ですからこちらをご覧ください。文章全体の主語と動名詞の主語は違う。ドントマインドするのは私。コーチをするのは彼。で、皆さんそういう場合に名前がありました。そうです。意味上の主語。そうです。この青い部分が意味上の主語。じゃあ、あと皆さん形式。つまり、どうやって表記をするのか。そうです。動名詞の左側はこんな形。所有格か目的格。どちらでもよろしいかと思います。さあ皆さん選択肢削れますね。まずは A と B。for が不要ですよね。そして選択肢の C は主格になっております。一方 D は him。つまり目的格ですよね。ですから正解は D。ということでこのあたりを定着させるために、見直しがしやすいよう画面書き換えますね。さあ復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸5番。そこに入る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。